夏は海水浴客でにぎわう南知多町内海。江戸時代後期、内海は内海船と呼ばれる戦国船の根拠地でした。内海神楽船祭りは古の海鮮船主たちの心意気を今に伝えます。江戸時代中期、日垣海戦や樽海戦と並び太平洋岸の海運の一翼を担っていた尾州海戦。中でも瀬戸内海上方と江戸を結んだ内海とその周辺の船は内海船と呼ばれ、尾州海戦の中でも一大勢力を形成していました。内海船は恵比寿港という組合を形成し、最盛期には100艘もの船が所属していました。内海は恵比寿港の中心地で、内海川の両岸には多くの海鮮船主や水夫、船大工が暮らしていました。尾州海戦、内海船船主、内田佐七家です。内田佐七は内海を代表する有力船主で、幕末には10艘近い船を所有していました。内海神楽船祭りは江戸時代、裕福な船主たちにより始められた港町らしい勇壮な祭りです。内海西畑山神社の祭礼が神楽船祭りです。毎年旧暦の8月17日に行われます。夕方、地区の人々が集まり船の飾り付けが始まります。海運業盛大、航海安全を祈る神楽船祭り。木遣音頭の掛け声とともに神楽船に108の提灯が灯されます。祭りは対馬天皇祭りの影響を受けながら、海鮮業でにぎわったこの土地ならではの発達を遂げました。提灯が灯された神楽船は内海橋と千歳橋の間を往復します。明治時代に入り、蒸気船、鉄道の登場や経済機構の変化により、内海船はその歴史を閉じました。和歌集の勇壮な掛け声に昔日の繁栄が忍ばれます。